スローループコミックス最新第6巻では、初めて挑戦した管理釣り場で小春のリベンジが。自分で作ったフライで釣り上げてて、小春の成長を感じたよ。恋ちゃんにタイイング教えてもらったおかげだね。いよいよ、日和がアドバイスしたおかげでしょ。そうかな。あー、釣りの話してたら釣りたくなってきた。うちの舞子、スローループコミックス最新第6巻、放文社。